あとあのネットで話題になってたんですけどね、外国人騙されないでねっていう話題になって、何かっつうと T シャツでここに冷ややっこってね書いて、漢字で書いてあって、その下にクールガイって書いたんですよ。ね、要は英訳冷たいやつ冷ややっこ、ね、クールガイで、だから外国人間違えないでっていうのが話題になってるっつって、まあ、まあ直訳すればそうなのかなとは思うじゃないですか、ね、まあ、実際豆腐だからね。で外国人がでもこれでね俺怒るとは思わないですよね。いざこざ起きないですよね、豆腐だけに木綿っていうですね、そういうことになるんじゃないかな。